はーい、藤子です、本日はコーヒー味のねクッキーを作っていこうと思います。まずはバター、無塩バターが 100g、 薄力粉 200g で、今日は1種類なのでこのまま置いときます。で、今日はコーヒーのクッキーなのでコーヒーを用意しておきます。インスタントコーヒーを大さじ1、これを少しのお湯で溶きます。コーヒーのいい香りだ。ではバターを混ぜやすいようにラップで押して潰します。今日のバターめっちゃ硬いな。ハンドミキサーで混ぜていきます。はい、白っぽくなってまいりましたので、ここに砂糖を 100g 入れていきます。はい、で今回もね、砂糖はクッキーなのでサクサクしたいので、サラサラしたタイプの砂糖が合ってると思います。はい、では一旦ゴムベラで周りの生地を中に入れ込んで均等に混ぜます。はい、ではここに卵を1個入れて混ぜます。ではゴムベラで周りの生地を中に入れて、でコーヒーもね入れちゃいます。はい、では混ぜます。ではゴムベラに持ち替えて薄力粉を振るっていきます。胸の高さでもって指を3本入れて振るっていきます。はい、では切り混ぜしていきます。真ん中で切って中に入れる、真ん中で切って中に入れる、これを繰り返してさっくりと切り混ぜをしていきます。で、やりにくくなってきたら、こう、切って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 を繰り返して、まとめていきます。で、周りをね、こそげて、中に入れていきます。で、まとめるときは、押して、押して。で、今日はここにね、アーモンドスライスを入れようと思うんですが、ちょっとだけね、飾りで使ってしまったんだけど、まあ、増量 10g なのでね、1袋ぐらい使うみたいな感じで 30g ぐらいあったらいいんじゃないでしょうかね。これを入れていきます。混ぜます。ではまたね、半量ずつラップで包んで冷凍庫に入れていこうと思います。で、これね、また冷凍庫に入れて30分ぐらい経ったらね、形を整えて、で、さらに固めていこうと思います。ではまたね、3、40分ほど経ちまして、まだね、硬いけどカチカチではないので、今のうちに形を整えて、で、カチカチに固めていこうと思います。
ではしっかりとカチカチに固まりましたので、また切ってね、焼いていこうと思います。はい、では端っこはね、くっつけちゃってね。はい。5ミリ程度の幅の厚さに切って、180度で30分ぐらいだったっけね。焼いてこようと思います。はい。でね、バターを使ったものは、まあ時間置いた方のがね、味が安定して美味しくなると思うんですが、味見してみましょうかね。この辺ですかね。はい。いただきます。甘さもいい塩梅で、アーモンドがね、香ばしくって美味しゅうございますよ。コーヒーのクッキー美味しそうだなと思われた方、作ってみてね。本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた、バイナラー。